霧の村コンティニュー。どうも皆さんこんにちはの永井です。コンティニュー、どうも皆さんこんにちは。なんで2回目行ってんだよ。天然にも過ぎるわ。なんで2回行ったんだ俺。今回も霧の村やってまいりましょう。よろしくお願いいたします。コンティニュー。ヘロヘロだなちょっと今日。だいぶ面白いですね。ということで、あ、グリゴリいいんじゃん。グリゴリー君、君が教会のお方になれたなんて本当におめでたいよ。教会の人間の一人としてオルガの下の難に恥じぬよう頑張りたいと思います。グレゴリー君、君が変わんねえんだな。顔が出るか出ないか。遊びに来たんなら出て行け。この人も質問できなさそう。長期もじゃあら、あ、ちょっと待って、使用人いないよね、今。いないよね。お前が言うんかい。なんか、俺自由でいいって言ってたよね。とりあえず、バー行こっか。いや、違う、あれだ。ババーの家だ。バーじゃなくてババーだ。バーよりババーだ。バーザンババーだ。よし、バーザンババー。バーザンババーどこだ？うわ。ばあちゃん？クリスとは仲良くなった？うふふふ。おばあさんの下着。よし。あーと、ボーイ。いいや、ボーイはもう。ボーイはいいや。ボーイはいいとして、こっちの用意ができたって言ったけど、なんも変わってねえじゃねえかよ。登っちゃおう。やめとくんだ。じゃあやめとこうぜ。ダメだ、まだ話中だ。そっか。あるいは電波の届かないところに。マスターの下着。さて、何すりゃいいんだ？やっぱ最終的にクリスの家戻ればいいのかな？うん。あ、違う。あそこだ。北西の、おい、おめだいガキ。誰も信じてくれないけど、もう、窓をその見たんだ。黒い影。あれは絶対お化けなんだよ。そうか。ご苦労様のこった。そう、北西って言ったな。こっちだな。うるせえ、邪魔だバガキ。これだ。違う、ここババアだ。占いババアだ。うん。だから俺は買わないんだ。北西、この辺じゃねえか。こっちか？これだ。よう。あら、あなたは外からのお客さん。これを拾って、アリーサちゃんのではありませんか？あら、ウーポン。あの子どうしてそんな大切なものを落として、どうしてってなんだ？あの子そんな大切なものを落としてたのね。ありがとうございます。アリーサちゃんの調子はどうですか？昨日あまり具合が良さそうではなかったですけど、体調を崩してしまって。よかったらあの子に会って直接ウーポンを渡してあげてください。きっと喜びますわ。うん。イヴァン様がいらしてくれてる。イヴァン様がいらしてくれてるんだ。あら、干した肉とか、粉とか、燃えてる火だもの。よし、上だ。下だ。その前にだな。その前にだ。程よい誇りってなんだ？誇り法の程よさ。おばあさんの下着。おばあさんじゃなかった。おばさんの下着。可愛らしいのもある。ベッド。おじさんの下着。渋い色をしている。よし。タンツボかな。汚い。よし。わー、クマさん調べたかった。アクエリアスさん。おはようございます。まずはお辞儀をね。外からのお客様である、アクエリアスさんまで、そんなお気を使わないでください。どうぞ、面をお上げください。ちょっと俺、ちょっと調子悪いんですよ。おはようございます。イヴァン様もいらしてたんですね。今朝、ボーガリ夫人から連絡を受けまして。ゲホゲホ。お兄ちゃん。おはよう、アリーサちゃん。私はこれを届けに来たんだ。それは、ウーポンですね。ウーポン！昨日、道に落ちてたんだよ。はい、どうぞ。ウーポンを手渡した。
ウーポン、あ、ウーポン、どこにいたの？急にいなくなっちゃったから、ずっと心配してたんだよ。もう、ウーポンのバカ！そのお姉さんに言うことがあるだろ、アリーサ。あ、そうだ、お姉ちゃん、ありがとう、ゲホゲホ。よかったね。昨晩からずっと苦しそうで。もうどうすればいいのか。イヴァン様、どうかお助けください。私は医者じゃないのだよ。そうか、手術料は高いぞ。2000万、今すぐ現金で用意しろ。さもなくばこの子は死ぬ。こういう症状に効きそうな薬は、教会も今は切らしていました。他人にはならまだ薬草が生えているかな。薬草さえあれば、私がそれから薬を作れます。私がこれから薬草を取りに行きましょう。イヴァン様、霧も濃いし、谷は大変危険です。大丈夫ですよ。そんな遠くに行くわけではありませんし。どんだっけ？それほど遠くへ行くわけじゃない。あ、これすげえマイナーな歌だった。さだまさしの。いえ、私が主人と二人でこれから取りに行きます。イヴァン様はここにいてください。でも、ご主人は今、足を怪我されてます。それに、どの薬草を取ればいいのか、分かっている私が行かないと、無知なあなた方には到底、分からない話でしょうが。では、僭越ながら私がイヴァン様とご一緒いたします。谷に行く場合は2名以上でというのが決まりですから。行かないで。おばさん、一緒にいて。お願い。アリーサ。どうしよう。薬草取りに行くのを手伝って、これさ、手伝わないって言ったら、ま、ほんとわけわかんないやつになっちゃうからね、俺。ほんとわけわかんないやつになっちゃうから手伝います。それなら、私がイヴァン様と一緒に行きましょうか。外から来たお客様か。はい。お母さんは、アリナちゃんのそばにいてあげてください。俺誰やねん、これ。手伝っていただけるなら、ならならなら。昨日今日なら明日か明後日助かりますが、おばさん苦しいよ。すいませんが、エクアリナさん、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。ではアクエリアスさん、よろしくお願いします。うわ、すげえ、これセーブできる、できちゃう感じ。これもしかして、あ、二人いちゃう感じ。あ、マジいいじゃんすか。これマジいいじゃんすか。本当にすみません。イヴァン様、エクアリナさん、よろしくお願いします。エクアリナさん、イヴァン様、お気をつけて。ベッドの下を覗き込んで何をしているのですか。イヴァン様、苦しいです。頑張って。すぐに帰ってきます。アリーサちゃんのお洋服。アクエリアスさん、そんなところを勝手に見てはいけません。でもアリーサちゃんの下着、子供のって小さくて可愛い。アクエリアスさん、勝手に人の勝手に人の下着、こんな下着を勝手に見てはいけません。こんな下着を。行きましょうか、アクエリアスさん。じゃあダメ押しにおじさんのパンツを。よし。エクアリアさん、ちょっとお待ちください。イヴァン様、お出かけしていただく前にエクアリアさんと少しお話をしてもよろしいでしょうか。承知いたしました。ではアクエリアさん、私は先に家の外におりますね。ごめんなさいね、エクアリアさん、呼び止めてしまって。何でしょうか。イヴァン様と同行していただけるのはとても感謝しているのですが、イヴァン様は教会のお方ですので、女性のあなたはくれぐれも接し方に気をつけてくださいね。はい。いや、あなた何言ってるんですか。ちょっと気持ち悪いです。外から来たお客様にお説教のようになってしまいますが、まず教会の方の前では必要のないことは話さないようにお願いします。冷静に。
話、いいですか、痩せのあるべき、それが境界の 25.8 度計算された、フェラフェラフェラ 25.8 度か、わかりました。いろいろと大変なんですね。何とぞお作法を忘れず、教会のお方には失礼のないようお願いします。わかりました。伊賀様、待っちゃってるんじゃないかなって言いながらもうついでにパンツも見れちゃおう。よし、なんかないか。ないな。よし、アクエリアスさん、話は終わったようですね。すいません、イヴァン様、とてもお待たせしてしまいました。いいえ、ボガリ夫人はお話し好きなお方ですから。予想していたより早く終わりました。そうなんですか。それよりすみません、付き合わせてしまって。いいえ、アリーサちゃんのこと放っておけないですし、あの、これから谷に行くんですよね。そこはこの聖地と違って霧が濃いのですか。ええ、谷は聖地を外に出た近くにあるんです。外出ても大丈夫なんですか。外といってもそう離れたところではありません。そんなに危険な道のりでもありませんし、大丈夫でしょう。死亡フラグでしょうか。参りましょうか。よし、そしたらさ、見せびらかそうぜ。あら、あんたって、イヴァン様。こんにちは、ロリサさん。そのお客様と一緒に何をしてらっしゃるのですか。彼女には私の手伝いをしていただいています。さようでございますか、イヴァン様。いってらっしゃいませ。参りましょうか、アクエリアスさん。私なんかすごい睨まれてる。イヴァン様、外からのお客様とご一緒ですか。彼女には私の手伝いをしていただいています。さようでございますか。おひさが焼けだろうな。イヴァン様、こんにちは、お出かけでございますか。え、無視無視無視、お前まさかの無視。お気をつけて、いってらっしゃいませ。無視、お前嫌われてんじゃん。お前、この子イヴァン様に嫌われてんのかな。すげー、イヴァン様パワー半端ねー。イヴァンジルパワーかな。すげー、イヴァンジルパワーすげーな。おお、イヴァン様、お父上が元気になるようお祈りしております。すげーな、イヴァン様パワーが。よし、酒場行こうぜ、酒場。イヴァン様、教会裏の倉庫に子供たちが忍び込んでよく遊んでるようですよ。本当に困りましたよね。あ、無視ね、無視ね、無視ね。そんな困ってないんだな。お前だけじゃね、気にしてんの。いや、あら、イヴァン様、酒場にいらっしゃるとは珍しい。聞いてくれよ、マッサー、ニューボガス。うわぁ、イヴァン様、こんなところにどうされました。マスター、マスター、マスター、さっき無視したよね。おう、珍しいですね、イヴァン様、女性と二人だなんて。ええ、彼女には私の用事に手伝いをしていただくことになりまして。そうですか。でも、エクアリナ、君も修道士様をこんな小汚い酒場に連れてきちゃダメだろう。イヴァン様は神聖な教会のお方なんだから。小汚いな、そんなことありませんよ。君もほら、早くそのお手伝いとやらを済ましてしまいなさい。くれぐれもイヴァン様に失礼のないようにね。残念ながらもっと失礼なところに行こうとしているんだ今。うん、あのフィリップたちはどうにかなりませんかね。この前も暴力沙汰を起こしていましたよ。困りましたね。あれ、イヴァン様と一緒かい。こんな高貴なお方を酒場に連れてきちゃダメだよ、お嬢ちゃん。イヴァン様も飲むんだから。おう、イヴァン様、こんな酒場にしかも女性と一緒だなんて、これは珍しいですね。君は外からの子だけど、くれぐれも失礼のないように頼むよ。イヴァン様、もうそろそろ切れるんじゃないの。
フィリップはイヴァン様に年が変わらないのに、イヴァン様とは正反対のろくでなし男ですよ。酒を飲んで女あさりばかりして。へえ、修道士様が女を連れて歩いてるなんて珍しいね。でも一生女を抱かないで生活するなんて俺には到底できないね。尊敬しますよ。おいてめえ、神聖な教会のお方に失礼だろ。なあ修道士様よ。修道士様がこんな酒場に来るなんてどうしたんですか。まさか俺たちと飲みに来たわけじゃあるまいし。頭いて、腰もいて、姉ちゃん、俺姉ちゃんの匂い好みだぜ。へえ、面白い組み合わせだな。修道士様が女と一緒にいるなんてな。黙っちったよ。ミルクおごってくんねえのかよ。話違うじゃねえかよ。よし、ほったらマスターの下着。よし、行きましょう。の前にさ、クリスにも自慢したいんだ、俺。よし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 。なんかさ、私の実況ってさ、こういうやつ、父としてつまんないよね。クリスんちどこだっけ？イヴァン様ではありませんか。私と妻にきっかけを作ってくださったのはあなたのお父上、お父様なんです。とても感謝しています。あら、あなたもしかして私と話をして聞くことがただ？あら、イヴァン様ではありませんか。あ、おはようございます。こんにちは。アクエリアスさんとはすでに面識があるのですね。これからもぜひアクエリアスさんの力になってあげてください。はい、もちろんです。今なら、インコの暇なら、時、いらっしゃい。ご当世知のこと、いろいろ、よし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 。よし、ババアババアババア、イヴァン様だよ。うん、イヴァン様、お近くで拝見できるなんて恐れ多いですわ。おい、ボーイ、ボーイ、お前のベッドの下のエロ本をイヴァン様に見せて差し上げなさい。イヴァン様だってな、そういう気分なんだよ、今。あ、イヴァン様、僕の部屋にご用ですか？それより、お姉ちゃんクリスの家に泊まってるんでしょ？うちのママはパパの家に泊まって結婚したんだよ。お姉ちゃんもそうなるのかな？いや、そりゃわかんないよ。じゃあお姉ちゃん、僕と結婚する？可愛いから結婚してあげる。ありがとう。子供は面白いですね。イヴァン様、こいつ子供の面してあんな本読んでんですよ。イヴァン様見ちゃダメです。イヴァン様の大嫌いなムカデのムーちゃんのお家なんです。早く聖地の外に向かいましょうか。そういう設定もあったの。これすげえ作り込まれてんじゃん、これ。すげえ作り込まれてんじゃん。ところでさ、もうそろそろ来てもいいぐらいの時間になってんじゃねえの。まあいいや、クリスに自慢しよう。あ、その前にガール。うん。おい、行こうぜ。ああ、エクアリナちゃん。あれ、イヴァン様。いつもパン作りお疲れ様です。お二人揃ってどうされたんですか？彼女に私の手伝いをしていただいています。はあ、さようでございましてございますでしょうか。はい。お気をつけていってらっしゃいませでございましてございます。パイじゃねえよ、クリスだよ。パイじゃねえよ、クリスなんだよ。あれ、イヴァン様。エクアリナ、なとご一緒なんですか？ええー、手伝いをしていただいています。さようでございましてございますか。なんか、イヴァン様すげえコメントしてくれんじゃん。エクアリナちゃん、あら、イヴァン様。どうも、お母様。エクアリナさんの、アクエリアさんの面倒を心よく引き受けてくださり感謝しております。いいえ、とんでもございません。とても可愛らしいお嬢さんですし、クリスだってとても喜んでおります。燃えてる火だもの。そんなに近寄ったら火傷してしまいますよ。めっちゃコメントしてくれんじゃん。お、解説入った。臭い。ピクルスも臭いんだ。すごい追いに。タレ。パパタレ？パパのタレ？これは強烈ですね。粉。
イバン様粉を見ると鼻がムズムズ。え、ちょっと待って、イバン様いいね。ああ、ここがエクアリナさんのお部屋なんですね。興奮します。女性の部屋に入るのは失礼ですし。なんで一緒に寝ようよ。今問題発言したかな。まあいいよか。え、ちょっと待って、本気ですげえ時間になっちゃったよ。やべ、ちょっとごめんなさい、一旦切ります全然話進まねえ。ていうかさ、上のこれ何、外の景色のさ、上の突起。まあいいや、じゃあ一旦切ります。いやー、すげえ長編になっちゃうよこれじゃあ次回はまた、村の中聖地で会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチャ。Don't ever stray, stay close beside me. Here, locked in your arms, please let me stay. Don't ever leave me. You are my one love, my true love, because I love you. I'll be your one love, your true love, because I love you.